美味しいけれど毒があるサブカルクソなフグです。おだみです。今日はこんなやつはすぐ事故る、バイク事故を起こしやすい人の性格5選をやっていきたいと思います。いろんなバイク乗りと走ってるし、私たちも結構バイク歴は長いから、こういう人事故るなっていうのを結構見てきたじゃん。見てきたし、今年友達が死んでるんです、実は。バイク事故で、ね、バイク事故 で、 で。今回の話す内容にも含まれる性格ではあるかなって思います。なんかバイクって本当に楽しいけど危ない乗り物じゃん。ね、一緒に仲良く走ってた友達が突然死んじゃうこともあるし、私自身も結構ね、過去に大きめの事故を知っていることが実はあるんですよ。そうなの。動画で言ってないんだけど。で、あ、その時の自分こういう性格だったなっていうのもあるので、私を反面教師に、そしていろんなね、見てきたライダーたちを反面教師に、みんなの事故率が下がればいいなと思って、今日はやっていきましょう。いや、ほんと最近事故多いからなくなってほしい、こういうタイプの性格の人事故りやすいんだっていうのを知ってるだけで、あ、今ちょっとこうなってるって気づけるしね。確かに確かに。一緒にいてね、なんか危ないなっていうところを見てあげられるよね。そうそう、自分も気をつけられるし、一緒に走ってる人も気をつけてあげれるから。じゃあ始めていきましょう。バイク事故を起こしやすい人の性格5選。一つ目は、せっかち。せっかち。おー、なんで？私めっちゃせっかちだったのね。本当に、友達が待ってて、やばい遅刻するって時じゃなくても、なんか急いじゃうのよ。癖で。癖で。そう。で、あ、なんか、早く早く早くって思っちゃう。混んでるとすり抜けしちゃう。で、こういう性格だと本当に、事故るなって思いました。確かに。しかもさ、急いでる時って意外と危険なところを見落としてたりするじゃんね。そうそう。急いでるとさ、こうすり抜けしたくなる気持ちはすごいわかるし、あとなんか結構車もやっぱ飛び出てくるから、バイク乗ってると、マイペースに行った方がいいよね。そうなの。なんか速度が出てると、それだけで、視野が狭まるじゃん。狭い。単純に。で、気持ちが焦ってると、さらに視野が狭まる。だから、もう急がないに越したことない。バイクにまたがったら、とにかく、急がない。遅刻しそうな時でも、急いじゃダメだよね。ダメ。あの、バイクはさ、場合によっては本当に死んじゃうからさ、遅れてもいいから、そうそう、ゆっくりおいでっていう人と走った方がいいよね。確かに。あの、なんか、急ぐ気持ちを一旦抑えてほしいよね。私は逆なの。せっかちじゃないから、あんまりせっかちさんの気持ちがわかんないんだけど、やっぱ私もマイペースながらに急ぐときって、多分急ぐ気持ちがずっと続く人がせっかちなのかなって。そうそう。あ、そんな感じなんだ、やっぱり。なんかもう癖で急いじゃうのよ。へー。あ、なんか、本当に、気づいたらアクセル回してる。感じ。気づいたらアクセルオフで私。正しい。それ、見習ってください。見習わないでください。道が混んでたりすることもあるから、一人のツーリングの時はいいけど、友達と待ち合わせしてる時は1時間早めに着くようにする。あ、この人は1時間遅れてきます。だけど、え、でも、ぶっちゃけ全然いい。あの、お店とか予約してないんだったら、無事についてくれたら、気にしないくない？わかる。あ、てか、思ったのは、せっかちの人と一緒にいると、せかされてる気分に相手もなっちゃうから、相手を事故らせやすいかも。そうそう。それめっちゃあるよね。なんか、いつも急いでる人とツーリング行くときに、あ、遅れたら殺される、みたいな感じだから、最近は、やっぱこう、急がないくていいよって、やっぱ、ふぐちゃんも言ってくれるから、なんか気持ち的にも落ち着いて安全に行ける。まあもちろんね、今日は時間守ってきたけど。今日珍しく。偉い。成長してる。褒めて。本当に偉い。そう、でもね、なお、そこはね、遅刻しないようにするのは私が課題にはなるけど、急ぐとはまた違うかな。早く出るとか、余裕を持って出かけることが大事かなと。もう、遅れちゃったら潔く諦めてゆっくり来てほしい。で、次の時に、ちゃんと1時間早く起きて準備すればいいと思う。もうその日はしょうがないよね。急いで縮めようとした1分、2分で失われてしまう、その後の人生の方が、はるかに大切だし長いってことを、待ってる人もいるのを待ってるけど、そうそう、その待ってるっていうのは、あなたが急いで来るのを待ってるんじゃなくて、たどり着くのを待ってる。そう。そうめっちゃいいこと言ってる。そうなんですよ。だから、珍しく。そう。で、初めて、バイク乗り始めた時とか、初心者の頃って、本当に、そういう感覚もないし、あの、急いじゃう。
うん、早く着かないとやばい遅刻してるってなったらさ、うん、本当にナビしか見なくなったりするじゃん。あーわかる。ナビばっか見てて前にドンとか。そうね。とかあの曲がるところを曲がらずに、あ、行っちゃったみたいな。そうそう。だから逆に遠回りになるんだよね。そう。急いでると、うん、急がば回れて、そう、ね、本当にバイクってそう、うん、あと黄色信号でアクセルを回しちゃって右直とかが一番多い。確かにバイク事故は、うん、だから、うん、とにかくゆっくり焦らず安全にそう、もうついてくれればいいからね、うん、目的地に、うんうん、まあ、でも自分がせっかちだなって感じた時は、うん、相手にそれもなんか求めないようにした方がいいよね、うんうん、待つ側もせっかちでいるのは危険かなって思う。そうだね、うん、もう私もツーリングで、うん、ごめんちょっと今遅れてるって言われたら、うん、あの全然いいから、うん、とにかく安全にゆっくり来てっていう、うんうんうん、あのゆっくり来てって伝えてあげるの大切じゃない、うんうん、怒られるとね、やっぱ私もあやばいって、うん、普段せっかちじゃないけど、あ怒られたやばい急がなきゃっていう風な気持ちになるから、やっぱね、うん、せっかちは待つ側もせっかちになっちゃいけないと思う、うんうん、もう事故らなければ何時間遅刻してもいいからゆっくりおいでって、うんうん、ちょっと大げさなぐらい言ってあげるのが初心者とか特に大事かもね、うん、そうだね。なんか時間厳守とか、うん、このもう5分10分の遅刻が許されないのはような遊び方はバイクには向いてない、うん、向いてない。その車とか電車とかの方がいいから、うん、バイクで遊ぶときは本当に時間にも心にも余裕を持った方がいいよね、うん、確かに。遅れてもバイクだったらたどり着けるからね。そう、うん、ということで、命があるなら遅れても OK っていうぐらいの気持ちでツーリング楽しみましょう、うん、せっかち直します。私もせっかちの人には気をつけます、うん、気をつけられてる。はい、じゃあ二つ目、うん、負けず嫌い。あ、これはわかるかも。負けず嫌い？私は負けず嫌い。ああ。めっちゃ負けず嫌い。私ね、全然負けられる。うん、さっきの逆だね。さっきの逆だね、うん。負けず嫌いな人って、うん、こう、例えば信号待ちの時とかに、うん、こうバイクが2台並んだら絶対に1番になろうとか、あ、そうかもしれない。あとは、うん、自分の身の丈に合ってない大型のバイクに乗っちゃったりとか、うん、そうする傾向があるなと思って、うん、負けず嫌いも結構、うんうん、どうですか、事故率高くない？まあ、事故率高いと思う。なんか私レースも出たりするんだけど、うん、やっぱレース出てる人って負けず嫌いな人が多いからツーリングしないのよ、うん、そう。だからなんかレース場行くと、なんか今度ツーリングしましょうって言うとツーリングバイク持ってない。あ、うん、もうじあの事故って死ぬの分かってるから、うんうん、大体負けず嫌いの人はサーキット行ってる人が多いかも。正しい、うん、なんか負けず嫌いのバイク乗りはサーキット走った方がいいよね、うんうん、分かる。でツーリングの時はもう本当にそれとは別って考えて運転した方がいいし、うんうん、あと峠とかでさ、うんうんうん、俺峠で最速なんだぜみたいな人いるじゃん。マジで普通にいるじゃん、うん、いくつになっても、うんうんうん、あれかっこよくないからね、全然。っていうかなんか、うん、あのお金が有り余ってきた大人になってきて、うん、未だに行動で誰かに迷惑をかけるかもしれないところで飛ばしてるのを見るとちょっと悲しいし、かっこ悪いって思うかな、うん、思います、うん、バイクって飛ばすと楽しいし、うん、私もスピード出すの好きだからさ、うん、お金自動でもやっぱりこう自分だけが一人で死ぬんじゃなくて、うん、人を巻き込んでその人相手を殺してしまうかもしれないから、うん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 、なんかこう確かにね、季節によってはさ、うん、路面があの、うん、凍ってたりとか石があったりとか、うん、整備されてない道って本当にそういうことがあるから、うん、イレギュラーなことが、うん、だからまあ行動でレースするのは良くないですね。バイクってスピード出ちゃうじゃん、うん、車に比べたらスピードが0から100になるスピードって速いのね、うん、まあ、そのマックススピードじゃなくて到達が速い、うん、から意外と知らぬ間に自分が扱えない速度が出てたりとかはするかなって思う、うん、なんか負けたくないものに出会ったら、うん、その負けたくないものに対してそれこそ自分もあるじゃん、うん、上手くなりたいっていうことの負けず嫌いだったらちゃんと練習する場所はあるから調べていったりする方がいいかなって、うん、そうだね、うん、行動では勝ち負けはないです負けよう、行動では負けてこう、積極的にそうだね、負けてこう、うん、相手に譲ってこう、そうしよう、うん、譲り合い精神大切勝ち負けだとさ、うん、速度だけじゃなくて排気量とかもあるじゃん。あー、そうだね、
排気量もどこを走るかと自分の体格によって変わるから、うん、ね、あの人より排気量が大きいからかっこいいとかも全くないし、勝ってるとかもないから、うんうん、ね、そうだね、人それぞれいいところがあって、バイクもいいところがあって、ね、それを楽しんでいけばいいじゃないかい、うん、いいじゃないかいということで、いいでしょうか、はい、はい、次いきますか、次いきましょう、うん、3つ目は流されやすいです、うん、流されやすい、私はめっちゃ流されやすいかも、うん、私あんま流されないんだけど、向こうは逆だ、昔は流されやすかったの、でこれを思ったのは、うん、初心者で免許を取りましたっていう人で、うん、あんまり周りに走る人がいないとさ、うん、例えばツイッターとかで走る友達を募集します、うん、でその友達がめちゃくちゃ走り屋とか、うんうんうん、峠をガンガン法定速度無視で走る人だと、うん、それに流されて事故っちゃうんだよね。ああ、なんか、うん、バイク歴長い中で私も分かってったんだよね、うん、その例えばすり抜きをすごくツーリング中にする人とかは、うん、あの一緒に走んない方がいいなとか、うんね、遠出攻める人と一緒に走るのはやめとこうとか、うん、確かに。そう、でも初めの頃はあんまりそういうのも分からないから、うん、なんか誘われたら一緒に走りに行って、うん、っていう風にしてたら、もうその人の速度に、うん、ついていくのが精一杯。うん、確かに。初めはさ、正直、今何キロ出てる、今何キロ出てるってずーっと見ながら走る余裕なんてないじゃん。うん、あ、一足二足、うんたらかんたらっていうので、もう精一杯。足、手足、うん、右足、あーみたいになるから、うん。前走ってる人についてっちゃうのよ。うん、なるほどね。だから、なんか流されやすい性格だなって思う人は、うん、一緒に走る人を、本当に選んだ方がいい。うん、でも特にさ、バイクって免許取ってからスタートの人が多いから、うん、分からなくてついてっちゃう人が多いんじゃないかなって思った。本当にそう。うん、なんか、ちょっと前に回ったのが、うん、免許取り立ての女の子が、うん、女子高生が、うん、ツイッターで知り合った人と峠を夜走りに行って、うん、壁に激突して死んじゃったっていうのがあって、うんうんうん、あれとかも、いろんなことが重なっちゃった。うん、誰か一人がすごく悪いっていうよりも、うん、本当にいろんなことが重なっちゃってそういうことって起こるから、うんうん、なんかそこで一個、あ、自分は流されやすい性格だから、うん、走る人をちゃんと選ぼうとか、うん、この前の人が速度出してても、うん、それに流されないようにしようって思っとくのすごい大切だなって確かに思った、うん、あとは自分がこれが楽しいっていうのを見つけることが大事かな、うん、それがないとやっぱ流されちゃうよね、うんうん、景色を見るのが楽しい、じゃあ景色を見るにはどうやって走るのかっていうのは大事だと思う。ゆっくり走ればいっぱい景色は見えるしね。そうだね、うん、なんかバイクっていろんな楽しみ方があるから、うん、別に周りにいるバイク乗りの人が、うん、例えばロンツーが好きでも、うん、自分はサーキットが好きかもしれないし、うん、ツーリングじゃなくていじるのが好きかもしれないし、うん、本当に自分の好きを自由に見つけていいから、うん、なんか別に流される必要ないよね、うん、あとね、私まあ洋品店で働いてるからあれなんだけど、うん、結構このバイクにはこうしなきゃいけないっていう人が多いのね。例えば忍者だったら早く走んなきゃいけないとか、うん、アメリカンは峠に行っちゃダメとか、うん、結構そういう風に思い決めつけちゃってる人とかいるんだけど、うん、バイクって逆に自分でスタイルを生み出すことができるから、うん、なんか自分はこういう楽しみ方ができるんだってどんどんこう言ってってもいいんじゃないかなって思った、うん、オリジナルなね。そう、オリジナル、いろいろ見つけて教えてって感じ。おー、いいね。こだわりがある人が一番かっこいいなと思う。わ、うん、かる。じゃあ自分の芯を持ってね、うん、一直線ドーンっていける方がいいよね。そうそう、なんかピカピカの、あのレーザーレプリカ乗ってる人も素敵だなって思うけど、うん、もうボロボロのアドベンチャーもかっこいいなって思うし、うん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 、なんかね、自由でいいよね、うんうん、だからこうとか流されず、うんうん、自分の道を走っていきましょう、うん、4つ目は、うん、頑張り屋さん。頑張り屋さんね、これちょっと意外かもしれないんですけど、はい、頑張り屋さんの人って、うん、自分が疲れたのに気づかないで、うん、もう本当にキャパオーバーになるまで走ってしまう、うんうんうん、休憩とかをこまめに取らない人が多いと思うんですよ、うんうん、確かに確かに、うん、なんか多分目標に向かって走り続けちゃうんだろうね。そう、頑張り屋さんって我慢してきてるから、うん、我慢することが当たり前になってて、うん、疲れてる、うん、寒い、暑い、うん、を感じないんだよね、うん、あんまり、うん、限界になるまでなんか思い当たる節があるですよね。で、限界になった時は、うん、事故る時なのよ、バイクの場合は、うん、確かに。だから
バイク乗ってるときは頑張らない方がいいと思ってます。限界になる前に、うん、もうこまめに、うん、疲れる前に、うん、もう2時間走ったら休憩しようって決めとくとか、うん、そう、それ大事。あの頑張り屋さんって、うん、基準がないから、そうそう、自分で基準を使っちゃう、作っちゃうのね、うん、そう、だから私も疲れたら休もうって言うんだけど、うん、疲れに気づかないで走っちゃうから、あの目安はさっきも2時間って言ってくれたんだけど、うん、車とかでさ、ナビ1時間経つと1時間経ちました、休憩してくださいっていうの、うん、あると思うんだよね。それを参考にするといいかもしれない。だから1時間2時間かなって思う。冬とかはもう1時間に1回休憩した方がいいよね。寒くて操作が狂う。冬の手袋はモコモコで運転も普通よりしにくいし、うんうん、そうね、夏とか、まあ夏はこまめに水分補給取った方がいいから、うんうん、まあ、季節によっても変わるよね。一緒に走りに行く人、うん、この人頑張り屋さんだなって思うときは、うん、無理させないことが大切だし、うんうんうん、まあ、自分が頑張り屋さんのときはね、うん、本当に多すぎるぐらい休憩取ったりとか、そうね、した方がいいですね、うん、頑張っちゃダメだよ頑張らないで行きましょう、うん、楽しくだよ、頑張るまで行かずに楽しく走る、うん、でも最近何も頑張ってない本当に息して寝て、うん、ご飯食べてるだけ。いや、でもそれぐらいがちょうどいいよ、うん、人として最低限度のことしかやってません、うん、息してることが偉いもんだよね、うん、生きてるだけで偉くない？偉い、本当に。そうということなんですよ、うん、実際に友達とか周りで事故を起こしてしまった人がこういう性格だったよっていうのをちょっと話を聞きたいんだけど、うんうん、どんな性格の子だった？ちなみに今出た4つ全部当てはまる、うんうんうん、なんかこれってよっ普通にしてたらね、プラスに考えられるじゃん、せっかちっていうのも時間守れるっていう風に考えるし、うん、負けず嫌いって向上心があってさ、うん、こうどんどんこう上に登る相手を見てこう自分が対策打てるっていうのもすごいし、流されスイットってこう周りをよく見て、うん、でこういわゆるさ、コミュニケーションがよく取れる人だと思うんだよね、はいはい、合わせられる、そう、合わせられる人で、頑張り屋さんもね、頑張ってる人から勇気もらうわけじゃん。だそういう人だったの、うん、で私もそういう人から勇気もらったんだけど、まあ今年ね、ちょっと亡くなっちゃって、だからそういう人はね、頑張んないでほしいし、もっとなんかマイペースに生きてほしいなって思う、うん、でやっぱなんだろうな、せっかち、まあ時間を結構きっちり守るっていうのも相手のためではあるけど、うん、まあこれが一番強いかな、せっかち。私の友達はもう亡くなっちゃったけど、急がないでほしい事故らないでほしい、安全運転しようね。5つ目、うん、病んでる人です、うん、極端だな、はい、え、私、うん、なんかすごい落ち込んでる夜にバイク乗った時に事故っちゃったことあったの、うん、でそれはなんかもう頭の中がなんかこう、うん、悩みで埋め尽くされてて、なんかもう将来への不安とか、うんうんうん、なんか過去やってしまったことの後悔とか、うん、いろんなことを思い出してるわけよ、うんうん、で思い出すことで脳を使ってるから、うん、確かに前の景色とか情報が入ってこないのね、うん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 、あ、なんか不安だなとか、うん、今後どうしよう、 あの時あんなことしちゃったな、辛いなみたいな、うんうん、もうそれで脳みそのキャパが多分100% 使い切って、うん、目の前の情報が入ってこなくて、うん、気づいたら目の前に自転車がいたの。うわー怖い。で、こう、ハンドル切ったら、シュピ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 ーンドカーン大爆発はしなかったんだけど、私は見事に、吹っ飛んで、うん、バイクも結構、傷ついてました。直したんだけどね、うんうんうん。考えちゃうと、それしか、考えられないから、そういう時ってバイクに乗ると危ないよね。そうだね、悩んでる時は乗んない方がいいかも、うん、悩んでる時って乗りたくなるんだけどね。確かに、私受験シーズンの時友達がよく事故ってた。あそう、やっぱ受験の時にツーリング仲間でちょっと勉強疲れたからツーリング行ってくるとか言うんだけど、事故ったもうさ、うん、ツーリングしてる場合じゃないとか思っちゃうじゃん。そう。ああ、受験大丈夫かな、うん、ああ、みんなは勉強してるのに自分は運転してて、ダーンだよね。そう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 。だから悩んでる人は一回休もう。休むことが超大事。うん、悩んでる時は本当に、うんうん。むしろ頭すっからかんの時の方が事故起こしづらいよね。うんうん、そうそう、うん。情景反射というか、うん。悩みを持った状態でバイクには乗らないでください。うん、悩みが少し解消したら乗りましょう。そうだね、うん、少し気晴らし程度だったらいいんだけどね。うん、
悩んで頑張って流されて負けず嫌いでせっかち大変だよ。もこれは絶対に事故る、うん、この要素を持ってたら、うん、で私は自分が事故った時のことを思い返すとやっぱりこれが全部当てはまってた。彼はそうだね、うん、逆にこの要素がある時に事故るっていうのを知ってたら、うん、あやばい今急いでるって思った時にアクセルを戻すとか、なんかそういう判断ができるじゃん。確かに。今日は落ち込んでるけどバイク乗りたいな、でもちょっと今日はやめとこうとか、そうね、そのブレーキが本当に命を守っていくかなって思いますね、確かに。負けず嫌いもあのコーナー曲がれるかなじゃなくて曲がれるようにゆっくり行くみたいな感じがいいよね。そうしましょう。はい、ということで今日は結構語りましたね。語ったね。いや本当に事故なくなってほしい、みんながねもうただ楽しく安全にバイクに乗れたらいいなと思っております。はい。やっぱり元ブログをやってるとさ、あの私の動画を見て、ふぐちゃんの動画を見てバイクの免許取りましたって言ってくれる人見て、嬉しい、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいからこそずーっと事故らず乗ってほしいって思います、そう、死んじゃダメだよ。それは本当に言える。おばあちゃんになるまでバイク乗ろうね。ね、そうだね。大好き。ちょっと待って、なんか触った今、セクハラ、セクハラが発生しました。訴えます、はい、逮捕、逮捕。あ、捕まった、はい、ということで今日の動画はここまでになります。チャンネル登録、高評価してくれたら活動の励みになります。あとミカも YouTube やってるのでリンク貼っとくので、それも見てね。よかったら登録してね、はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。